ちは。こんにちは。私たちは日本のど真ん中、岐阜県から参加いたしております。スーパーマーケットセルフ豊かの働くパートです。私たち社員でも経営者でもございません。ただのパートです。でも私たちパートには社員経営者以上に大変こだわりがたくさんあります。喜んで食べてもらっているお客様の顔が見えた時に、それは作業でなく本当の仕事になると思います。私の作った煮物、サラダ、揚げ物などごくありふれたものですが、美味しかったよと言ってもらえたら、なんだか自分の心が豊かになった気がします。私は従来と思っていたチームの仕事はおもてなしの心なんだということに気づきました。業績を追いかけるのではなく、おもてなしの心を磨き、自分の仕事に自信と誇りを持ってこれからも作り続けます。これは私だけでなく、仲間とみんなで力を合わせて仕事や会社を通して豊かな未来を築くことが会社の理念です。セルフ豊かの代表として大きな声で伝えたいです。本当に心豊かな素晴らしい仲間です。そんな仲間たちの絆、仕事をさせてもらっている会社との絆、そして何よりもそれを支えてもらっているお客様との絆、私は一つ一つに感謝したいです。セルフ豊かではお客様から元気をもらったよ、会いに来たよと言ってもらえるようになりました。本当に嬉しいです。私はレジ打ちをしていますが、レジ打ちが仕事じゃないということに気づきました。レジを通して元気を与える、笑顔を与える、そんなことができるんだ。私はレジ打ちの仕事に誇りを持てるようになりました。すべての仕事に意味や価値がある。これからレジ打ちをしてセルフ豊かを通して一人でも多くの人に勇気、元気と笑顔を与えて地域を元気にしたいです。 JKDT 女性建築デザインチーム、有限会社ゼム建サービスで設計の仕事をしています。たくさんの職人の技をいたします。一つ一つの技は小さくても思いが一つに集まり、一本の線が大きな街を作っていくのです。私の仕事のこだわりのまず一つ目は、みんなの幸せを作るということです。最大のこだわりは私たちの経営理念、思いを形に、建築は統合芸術です。これまでお話しした4つのこだわりは全て理念に統合されます。現在、過去、未来、私とつながってくれる全てのものを統合して最高の図面を作り、図面以上のパーツを作って、さらに現場で素晴らしい空間に作り上げる。それは未来の子どもたちも幸せにする。私の方からですね、皆様にこだわりということで紹介させていただきたいことが一つあります。でその中で、本当に伝えていきたいことっていうのは、価値観を共有していくっていうことの大切さっていうのも、結局僕らその価値観の共有をするために3つ加わっていることなんだなっていうのをこの資料を作りながら考えています。でですね、やっぱり従業員として働く会社っていうのはやっぱりみんなが主体性を持って働いてる会社っていうのはやっぱり皆さん勤めたいじゃないですか。でそういう会社にしたいと思うじゃないですか。でそういうものをですね作ろうと思った時に、結局何が必要なのかなと思ったら、僕自身現時点で感じているのは、やはり責任感を持った人間の教育とその採用が必要なんじゃないのかなと思ってます。責任感っていうのはどこから生まれるのかっていった場合に、やっぱり今よりも未来のことを考える人、そして自分のことよりもやっぱり全体のこと、社会のこと、会社のこと、たくさんのことをやっぱり考えられる方、そして3つ目は損得ですよね。ただ単にお金がとかお給料が高いからとかそういうことなんじゃなくって、やっぱり自分自身がこの生きていく中でどういうことを成し遂げていきたいか、そしてどういうことを伝えていきたいか、自立した人たちが集まった会社っていうのが本当に素敵な会社で、そういう会社に勤めて
で、いけるっていうことを自分自身にも誇りに思って、でそのことに共感していただける方と一緒にまたまたどんどん会社を大きくしていくっていう、それがやっぱりあの社員としての本当の究極 の楽しさというか幸せなんじゃないのかなっていうふうに感じます。今日はですね、本にタイトルにもありますように、トカチを元気にする生活情報誌月刊旬を作るにあたって、こだわりというところを皆さんにちょっとお伝えできたらなというふうに思っております。働きたい企業ナンバーワンですね。下が豊かな自然と経済で日本一幸せな暮らしができる地域、まあ、こういったところを、まあ、トカチというふうにしていきたい。で、私たちはあのこういう情報誌を作るという仕事を通して、あの、まあ、トカチが好きで、あのすごく豊かなその暮らしができてきてるなっていう幸せを感じてもらえる人をたくさん増やしたいなというふうに思っております。私のその立場で考えると、言葉っていうのをすごく大事にしてます。あのそれって多分読者の人にはその文章どれぐらいかかったかとか何回書き直したかなんて全然わかんないと思うんですけど、でもやっぱり違うんですよね全然、はい、それがなんか後々なんか自分の喜びになったり、ああ頑張ってよかったなとかっていうことにやっぱつながってくるので、その言葉をなんかこうすごく大事に、はい、考えてます。なんかせっかく働く職場を楽しくしようっていう風な気持ちがこうみんなにあるなっていう風にすごく思っています。私たちが208年間作り続けているくず餅は、製造工程に450日を有するも日持ちはわずか2日間、その2日間の儚い一瞬を私たちは刹那の幸福と呼んでいます。お客様がくず餅を口にするその一瞬、そのひとときを大切にするために、私たちは製造から販売まで一貫したこだわりとおもてなしを持ち、そこにかける思いで仕事をしています。俺たちにはくず餅しかないと断言できる仕事に人生を落とす覚悟でした。職人たちが人生を起こす覚悟の場で尊い生を受けるくず餅、この愚直なこだわりこそが創業より208年経った今もなおお客様に親しまれ続けているゆえんであると私は確信しております。自分が生きた証って何だろうと考えた時に、自分にはくず餅があると気がつきました。200年以上続く老舗で、自分がこの世にいなくなってからも続いていく稲橋屋で職人として働いていたこと、それこそが自分の生きる証になるのではないかと考えたときに、一気に考え方が前向きになりました。食べたら形は残らない、でも美味しさは記憶に残る、その記憶の積み重ねが船橋を支えてくださるお客様に残り続けるように毎日の仕事に取り組んでいくこと、そして船橋屋の一番のファンである社員たちの熱い思いに負けないような製品を作り続けること、それが私にできること、使命です。